ロンドン地下鉄 D78 系電車は1979年にロンドン地下鉄のディストリクト専用として製造された電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両寸法のうち大きい方の車両群に属する。2017年にロンドン地下鉄での営業運転を終了したが一部は D トレーンのシリーズ名の元機動車などに改造された。 D78 系電車 D78 系電車は1976年にディストリクト線で運用されていた戦前製の CEO、CEP 型電車及び戦後製 R 型を置き換えるために発注された。形式名の D は運用路線であるディストリクト線の頭文字である。バーミンガムのメトロキャメル車で6両編成75。 編成が1980年から1983年にかけて製造され、リストリクト線に投入されている。7両編成だった CO、CEP 型、R 型を6両編成で置き換えるため、D78K の車体は従来車に比較して、大型化されている。2017年までに S 型電車に置き換えられ、4月21日に営業運転を終了。 5月7日のフェアウェルツアーをもって、全車両が営業運用を離脱した。更新前18メートル級車体、幅1067ミリメートルの片開き4扉の車体を持つ。2つの扉が戸袋を共有するように開くことが特徴。更新工事前はアルミ無塗装だったが、更新工事後はロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に塗装されている。 製造時は、ロンドン地下鉄の乗客が2000年の65%程度であったため、片開き扉が採用されたと言われている。扉間5人、車端部3人掛けのロングシートを基本とするが、車両中央部に4人掛けボックスシート2組と1人掛け、線路方向配置シート4脚が設置されている。すべての窓は固定窓とされ、強制換気装置が設置されていた。 DM&M に電動発電機、蓄電池が、変運転台ユニットの T に1台、両運転台ユニットの T に2台の電動空気、圧縮機が搭載されている。当初は、すべてのドアが、乗客の押しボタン操作で開くようになっていた。本形式導入時、ドアの操作方法を知らせるポスターが、英仏読3カ国語で、各駅に掲示されていた。 ブレーキは駐車ブレーキ、発電制度併用空気ブレーキの二重装備とされ、右手操作のワンハンドルマスコンを採用、ひねることで、デッドマン機能が解除され、先方に倒すことで加速、手前に引くことで減速される。日本の鉄道車両同様縦軸で配置されている。LT118K 主電動機は、台車は異なるものの、1973型と同一である。 DMT&M の3両で1ユニットを組み、背中合わせに連結した2ユニットで6両編成を組成することが基本で、75編成150ユニット中130ユニットが、片運転台である。運用の自由度を高めるため、20ユニットは、両運転台とされている。片運転台ユニットの DM の連結器は、非常用だが、両運転台ユニットの DM は、 アンドムと連結できる、用電気連結機付け密着連結機が装備されている。片運転台ユニットの DEM には7000から7129、両運転台ユニットの DEM には7500から7539、変運転台ユニットの T には17000から17129、 両運転台ユニットの t には17,500から17,538アンドムには8,000から8,129の番号が付与され、両運手台ユニット以外は下3桁の番号が同一の車両でユニットが構成される。運転台が西向きのユニットは下1桁偶数、東向きのユニットは下1桁奇数。簡易運転台は構内入れ替え用で、 最高速度が制限されている。営業運転開始後、各種改造工事が施行されている。製造当初は強制換気装置を装備していたが、押しボタン操作の客用扉、開閉不能の窓と合わせ、営業運転開始初年から、夏季の車内温度上昇が問題となり、1982年6月の王者の7108、 で、ドア開閉方式を変更、戸袋窓以外の窓上部を、車内側に倒れて開く、要改造、換気方式の変更を施して、実用試験、好評だったためメーカーに返却して、ユニットを組む、残りの2両も改造し、1983年6月に、再納入された。納入済み車両も1985年1月までに、同様に改造されている。 客用扉も乗務員が一斉操作する方式に変更し再開機能が付けられた。当初陶器のみ押しボタン操作を行っていたが1990年代に中止されている。1985年のワンマイン運転開始に伴い関連機器が搭載されている。製造時は H 型大枠の台車が使用されていたが剛性が高すぎる問題が指摘され。 1990年代に全車交換されている。更新後の車内更新前の車内第3セクター方式による更新工事がメトロネットにより施行された。この工事は初の第3セクター活用例だったが契約詳細に時間がかかり、更新完了も遅れている。試作改造車三両はロンドン地下鉄アクトン車両基地で2001年で完成し、 この試作車は、細部が、後の更新車と異なっていたが、後に同様に回収されている。更新工事は2005年夏から回収され、最初の更新車が、同年6月に営業運転に復帰した。工事内容は、以下の通り。2008年2月15日に、最後の無塗装車が更新のため、運用を離脱した。この7534175347535。 プラス8115171157115の編成が、ロンドン地下鉄最後の営業用オムと奏車であった。更新時に設置された、自動放送装置の駅到着時の放送内容例は、以下の通り。D78 型は、駅到着時の放送の最初に、Please Mind the Gap Between the Train and the Platform を使用した、最初の車両である。 ディストリクト1 0エッジウェア、ロード支線では、ハイストリートケンジントン駅より、北の各駅のホーム有効長が短いため、c 六十九 c 七十七型電車が、運用されている。九百八十五年四月から九百八十七年三月に、かけて、ディストリクト線運行本数削減で余剰となった、d 七十八系電車が三両編成で、イーストロンドン線に使用され、 この間同専用 A60A62 系電車のワンマン運転対応工事が行われた D78 型を転用した230系機動車ロンドン地下鉄での運用を終えた D78 型はビバレール車によって一部が一般鉄道向けの電気式機動車及び第三機上式直流電車に改造されている D78 系の車体と台車を転用することで 低コストでの製作が可能となっており、D トレーンというファミリー名を持つ。2016年末に発煙事故が発生し、営業運転開始は遅れることとなったが、2019年4月に、ウェストミッドランズトレーンズによって一本目の車両の営業運転が開始された。2018年6月時点で、ウェストミッドランズトレーンズとトランスポート4、 ウェールズレールサービスの2社が機動車タイプの車両を発注しており、2019年にはサウスウェスタンレールウェイもワイト島のアイランド線向けに電車タイプの車両を発注した。ありがとうございます。